東北の各地では卒業式が行われていました。まあ、俺はこれから高校から行ってもビッグになるんで、まあ、その時はこの映像がちょっと貴重になるかと思うんで。午後2時半過ぎ、このあと各地で全てが一変する様子がカメラに捉えられていました。午後2時46分20秒をお知らせします。長く続く激しい揺れが各地を襲いました。にわたって繰り返し襲いました。なけえな。建物から離れろ。東北の沖合130キロで発生した巨大地震。最大で震度7の激しい揺れが各地に広がっていきました。揺れが強かった町の一つ、宮城県大崎市。その時の映像です。3分以上続く揺れの中で、翻弄される人々が捉えられていました。激しい揺れに慌てて外に逃げ出す人、何もできず座り込んだままの人もいます。
およそ1分後、揺れが収まったように見えたその時、またドーンと大きな揺れが来たんですね。でこのままこう揺れが収まらないで本当にこう日本沈没しちゃうんじゃないかっていうような、本当にそんな恐怖を感じました。この長い揺れが各地に被害をもたらしました。多くの建物が被害を受けた福島県須賀川市です。4000棟以上が全半壊しました。とりあえずおじいちゃんとおばあちゃんとうち行くかな。余震来るからな。あ、電気来た。部屋中に物が落下し、足の踏み場もなくなりました。うわ、まだ揺れてる。震度何くらい？震度6はあるかもしれないな。テレビ壊れちゃったかもしれないな。よし、行くぞ。出られない、うんうん、よいしょ。よし、あら、うわ、出られなくなってるわ。ようやく外に出て撮影した映像です。すぐそばの3階建てのビルが崩壊、煙も上がっていました。建物自体が潰れてて、それが あっちこっちでもう広い範囲で起こってるっていうことを感じた時に、もう大変なことになってるっていうふうに思ったですよね。地震発生からおよそ100秒後に揺れは関東に到達。ゆっくりした周期の長周期地震動が増幅し、都市を襲いました。NHK の屋上カメラの映像です。新宿の高層ビル群を捉えていました。これはカメラ本体の揺れを取り除いた映像です。早送りするとビルが左右に大きく揺れているのが分かります。長周期地震動が高層ビルを揺らしていたのです。
映像から揺れはビルの高いところほど大きかったことが分かります。高さ13階の12階のビルにいます。非常に強い横揺れを感じています。立っていられない状態です。捕まっていないと立っていられない状態です。物も大きく揺れ落ちています。日本で最も高いビル、横浜ランドマークタワー。最上階70階のレストランにいた塩山さん親子です。5分以上続いた揺れを撮影していました。船に乗ってるような感じでグラグラしてたので、バランスを取ってないといけないような感じで。すごい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 。床が斜めになって、ワゴンがこうやって降りてくるので、ワゴンこんなとこにないはずなのに、こんなとこまで来ちゃったんだっていう感じですね。地面が落ちるんじゃないかとか、一級になるかもしれない、私がもし死んでも誰かがその映像を見たらこんな状況にいたんだっていうのが分かるかなと思って。東京湾の沿岸部、大規模な液状化現象が起きていました。コンビナートでは火災が発生しました。各地で道路も寸断。土砂災害も相次ぎました。かつてない地震の揺れによって甚大な被害が出ていたのです。